それでは表題の文献を丸山が紹介します。はい、文献の情報はこちらです。で、まあ、表題にもあるように、ノンオートレグレッシブマシントランスレーションですねの、研究です。まあ、次のページで説明するんですけど、まあ、これ、まあ、計算時間早くなるんですけど、まあ、それと同時に、まあ、翻訳の品質も下がってしまうので、まあ、できるだけそのオートレグレッシブなモデルに品質が、まあ、近づくように、まあ、なおかつ、まあ、計算を早くみたいなところを目指してやってます。で、今回はそのオートレグレッシブマシントランスレーションのモデルを、まあ、教師としてそこの隠れ状態とかアテンションの分布を、まあ、に近づくような学習っていうのを行うっていうのが、まあ、提案の方法で、まあ、これで、まあ、性能を改善しましたというような内容です。で、オートレグレッシブな時は、まあ、こう1単語出して、まあ、その出力を、まあ、次の入力に使ってみたいな感じで、まあ、こう1単語ずつ出す、まあ、この Y のここの項がある分で、まあ、そのステップ時間に依存してしまうんですけど、まあ、それを全部切り離して、こう一括で全部こう単語を出力してあげようみたいなのがこのノンオートレグレッシブのモデルです。で、まあ、ただこう文の長さっていうのを最初に計算しなきゃいけなくて、まあ、ここではもう定数で決め打ちするっていうようなやり方で、出力しています。で、まあ、今回の論文、まあ、2つ2部構成になってて、その違いを調査して、で、まあ、その違いから、まあ、分かることをベースに、まあ、モデルを改善するみたいな話です。で、最初に、デコーダーの、まあ、隠れ層の類似度みたいなのを、計算しています。で、オートレグレッシブの方だと、まあ、こう類似度か行と列同じこう単語がこう並んでるんですけど、どちらの表も、そのオートレグレッシブのモデルだとこう対角の成分にまあ類似度高いものがきれいに並ぶんですけど、やっぱりこっちの方だとなんかこう、まあ、黄色い、まあ、黄色いのが類似度高いってことなんですけど、まあ、こう割と四角がこう並んでるようになってて、まあ、そので隠れ層の類似度が、結構高くなってて、で、まあ、同じ単語、連続でどんどん出してしまうというような傾向にあります。で、あとはアテンションの分布に関しても、そのオートレグレッシブなモデルだとこううまくこう明暗きれいに分かれてて、でなおかつこう全体をカバーするようにこうアテンションがこう分布してるんですけど、まあ、こっちの方だとちょっとこうこの辺がうまくできてなくて、あとファームとかに関してはもうどこにも当たってないみたいな感じになっています。で、まあ、今回のまあこの傾向を使って、まあこの差を埋めてあげようみたいな、改良を行います。で、やることはまあすごくシンプルで、まあ、このオートレグレッシブのモデルを使って、このノンオートレグレッシブなモデルをトレーニングするときに、まあ、その差をこう情報としてこう与えてあげるっていうようなことをやります。で、損失関数は、まあ翻訳のときにまあ使うこのネガティブログライクリフトに加えて、その隠れ層の、まあ、差の部分のロスと、アテンションの部分の、差のロスを一緒に加えてあげるっていうような形です。で、順番に、説明していきます。で、隠れ層の、その差の部分に関しては、まあ、公式がいろいろ書いてあるんですけど、やってるのは、まあ、ある、まあ、T 番目の単語と、まあ、その次の、隠れ層の、類似度が、まあ、そのティーチャー側、オートレグレッシブなモデルの方で低くて、なおかつこのオートレグレッシブな方で高い時ですね。なので、まあ、実際にはこうなんか違う類似度がちょっと離れたやつが出ているんですけど、こっちの方でちょっと高くなっている時はこうペナルティを与えて、こう同じようなさっきの表みたいにこうまとまって同じ単語を連続で出すことを避けるっていうような、まあ、ロスがこれです。で、もう一つは、そのアテンションの分布を、まあ、真似してあげようみたいな機構ロスで、これは、そのティーチャーの方と、まあ、あのオートレグレッシブな、方の、まあ、分布と、ノンオートレグレッシブな方の分布のケールダイバージェンスを取ってあげる
ていうような形で、まあ、これを小さくしていくと、まあオートレグレッシブなモデルに近づいていくっていうような、ロスになってます。で、結果がこちらです。上の3つがそのオートレグレッシブなモデルですね。 LSTM ベースとか、まあ、コンボリューションとか、まあ、トランスフォーマーで、下が、そのノンオートレグレッシブなモデルです、まあ、いくつかあって、で 下の2つが提案手法で、一番下のやつは、まあ、この候補をまあ9つ出しているという形で、その出力する文鳥をこう変えることで複数候補が得られるので、まあその B っていうその出力の候補の幅をまあ4つにしてあげて、まあマイナス4からプラス4までの9つですね、の 9個の候補を出しているというような形です。で、まあ表からまあそのオートレグレッシブなモデルに対して、まあその20からまあ30倍くらい速くなってて、まあ、なおかつ、この LSTM ベースを、まあ、に、まあ、匹敵する、まあ、それを超えるような、まあ、性能っていうのが達成できています。でまた、それぞれのこうロスの、まあ、影響というのも、まあ、調査してて、まあその両方必要であるということが分かるんですけど、まあ、それぞれの効果が、まあ、この表から分かります。はい、まとめです。今回は、まあ、その本、まあ、推論の時間できるだけこう早くしつつ、まあ、翻訳の品質を保とうっていうのが目標にしていて、なんでそのオートレグレッシブなモデルを、まあ、ティーチャーとして、まあ、そこの隠れ状態とか、そのアテンションの分布っていうのを、まあ、真似するようにこう学習、そこからこうヒントを得るような学習をしてあげるっていうのを方法を提案しています。で、まあ、それで、まあ、LSTM ベースのモデルを上回るような性能っていうのを達成しています。はい、以上です。